取れ。うわ意外と飛んでった。はい、これから出発ですよ。寒い、足が高い。ここで熱を、暖を取っている。足こたつ、ここが高いよ。よし、じゃあ出発しましょう。お腹すきました。ふーちゃんシート OK？ なんか意外と毎週出てるね。ふーちゃんシート OK です。一回コンビニに行こう。よし、じゃあ行こう。ふーちゃん顔そっくり。ふてくされた顔でしょ。ふーちゃんの顔そっくり。じゃあ行こう。今日200キロ大体ね。200キロなの？200キロ行かないぐらい。今年初めてあの全国制覇旅行ね。なんか休みがなかなかなくて行けなかったね。まあ、今回もそこまで長い休みではないから、そんなに遠出はできないけど、まあ、200キロぐらいだったら片道。東北とかさ、上の方を攻めてっちゃってさ、関東近郊もさ、いい場所ないんだよね。秋田までね、行くとなるとね、さすがに5、600キロあるから、もうちょっともう一日休み欲しいよねってなるよね。前後でどうしても時間かかっちゃう。かといってね、いや京都行くってなって、京都と同じくらい慣れてるから。京都は特にさ、なんかもっと計画練らないとさ、あの辺車中泊 しにくそうじゃん。山梨って行ってなかったっけ？現役サラリーマン全国制覇旅ではまだ行ってない。行ってないのか。逆に今回山梨もあんまり普段行かない山梨って言ってるから。そうだね、行ったことない場所もあるもんね。ちょっと県北っていうのか、まあ、長野側、の山梨の方、それこそ八ヶ岳とかさ、あの辺あんまり行ったことないからね。ない。身延も行ってみたい。ゆるキャン聖地。なんかさっきからさ、このバックカメラがさ、ところどころ消えるよ。車の揺れとともになんか飛んだ感じが。多分なんかこの間スピーカーをちょっと線やり直したから、その時にナビっていうかデッキ一回引っ張り出してるから、あれかな、抜けかけてるのかな。いた。そう、こんな感じでいけるじゃん。夜明けに雪積もってんね。山梨って意外と寒いイメージ。ここ何県なの？山梨。あ、もう山梨なの？知らんかった。勝沼で。あー、ワインのとこか。うちらが住んでるところも雪それなりには降ったけど、すぐ溶けたもんね、次の日に。あと40キロぐらい。意外とさ、車内で飯食ってんじゃん、うちら。割とあっという間で、これぐらいの距離だと。200キロぐらい。あれがね、350キロとかになると、まだあとね、ここから200キロ。そうすると途中、音楽挟んで歌ってくる。で、これ降りてから、まあ、5キロぐらいかかる。走るの？うん。割とすぐ進んでる。で、今日はもうそこで止まっちゃって、で、明日からちょっと旅する。もう11時半だけどね。うん。まあでも2時間ぐらいでしょ、明日。まあ出発が遅かった。なんだ、200キロのノンストップで来ちゃった。そうだね、ノンストップだね。なんか意外と雪残ってない？ね、やっぱ寒いんだね。あ、でもなんかほら、この道とか ね、日陰なのか。結構がっつり雪雪してる。よいしょ、無事到着。到着ね。いいね、でもなんかすっきりしてて今日。何がすっきりしてんの？ここが何もなくて。いつも何もないじゃん。いつも旅の始めだけ綺麗なんだよ。だんだん日を重ねるごとにいろんなものが増えてくる。なんか増えてましたっけ？ねえ、うちゃん。おい、見てごらん、うちゃんなんて。自分のクッションで寝てるよ。ね。今日そういや、あれだな。久々にブルブル持ってきたな。これブルブル、バッテリー入ってるよな。入ってるというか、これ充電してあるよ。うーちゃん、これ食べりゃいい。まあ大丈夫だね。足りなかったらサラダもある。はい、ご飯です。今日ファミマパーティーでしょ。そうです。あとこれ買ってきて。ラケルだよ、ラケル。ラケルって渋谷だっけ、本店は。そうなの？違ったっけ。横浜のララポートの中に入ってることしか知らないけど。ああ、一番よく行くのはそこで、ね。うん。ブルブル使おうか。Yes。ブル
冬になってからマジでホタ電あんま出番ないんだよ。エアコンがやっぱね一番使うからね。あとあれだよね、使っても1日で。そうそうそう、今日みたいなね、うん、よしで、そしてメインを振って OK。 でボトルニックを確か切れへんだよね今。これセーフモードでしょ。そうなん、うん、これオフにすると多分ウィーンっていっぱい入るんでしょ。あ、でも今まだ満タンじゃないから、どっちにしろあれか、これ多分すぐ満タンになるから、満タンになって今オンになってるから、そうすると勝手に満タンで止まる。そうするとこっち側に電気を引っ張られなくて済むっていう仕組みらしい。ふーい、500ワットで5分10秒よ、スタート。かわいいね、ういちゃんも。いや、これさ、マジですげえよね。音しないから。これ1300ワット今使ってっからね、うん、この無音、この小音、静音性は今のところこれ以外見たことないよね。ない。これがナンバーワン、ね、むしろ電子レンジの方がうるせえもんな。電子レンジの方がうるさい。意外と機械音落とするとね、うん、気になっちゃうからね。一回、はい、一回終わった。終わった。あれ、そっちは温めんの、その下の豚汁みたいなの。もちろんだよ、冷たいまま提供してあげようか。じゃあまだ差しっぱでいいね。いいよ。それ何、豚汁？豚汁じゃない、柚子胡椒入り鶏塩担々スープ。そうなの、高くなる。あ、ちげえか。これ豚汁やめたの。これママ、これパパ。うちら一向に痩せないダイエットしてるよ。で、パパはね、この間まで腹筋ローラーと、なんだっけ、エアロバイク、うん、毎日必死にやってたら突如1週間体調壊すって。下手だよね。一気にやるからね。そりゃそうなる。でも結構腹筋ローラーやるとだいぶ変わんない。うん。インナーマッスルがちょっと鍛えられ始めた気がするけど、ちょっと最近サボってきちゃったからな。どうなってんだろう、これ開けてみよう。うん。で、あ、すごいすごいすごい。あ、意外と狂ってる。あ、これ美味しそう。ファミマのラッケル。ラッケル監修。まあちょっと熱いから冷まして。ママ、ビール飲もう。まあ、ウイスキー入ってんでしょ、この中に。ハーバー。ああ、ハーバーにしよう。この旅はね、北総行けば白州が入るはずだから、ちょっと白州を買わなきゃダメだ。足ちっちゃくて参らなくて。おちゃんが大きくなったってことじゃない。なんかもうパジャマちょっとちっちゃくなった。新しいの買おうか。去年買ったばっかりの。子供の成長は早い。よし、ぐるぐるはお疲れ様です。まだ 88% もある。結構回したよね。回した。10分以上回した。相当回したよ。10分以上だ。いただきます、しましょう。はい、なんかまだあといっぱい食べるもあるから、もし出すんだったらサラダ。あ、サラダ、サラダだけ食べよっか。あ、ついにデビュー。うん、はい、これ1枚。あ、こういう感じなんだ。結構分厚いんじゃない、スノーピークのお皿。買ったけどまだ全然使ってないんだよ。これ軽くていいよね。うん、僕いつもね、長いこと100均の小皿使ってます。もうちょっとそろそろ劣化があった感じです。若い子ですか。ビール飲まない。ビールは飲むの私。なんかこれ色違うけど。なんだか、そう、桜だったから買ってきた。これ350なかったっけ。ないんじゃない。これめっちゃ美味しそうだよ。本当だね、銀ビームだけど。すごい楽しい。よし、乾杯。じゃあ乾杯。やっぱハイボールや。ビールや。うん。いや、コンビニフィーバー。最近よくでも使うコンビニ、うちさ、ファミマが多いよ。ファミマが多い地域なんだろうね。うん、だ、お腹いっぱいになった。幸せそうな顔してる。私すぐ寝そう。今日はベッドは作りましょう。上はね、うん、もう長いからね、旅が。旅、うん、長いっていうか3日ぐらいか。
パパもなんだかんだやっぱ後ろで寝てる方が楽だもん。楽だ、あれはマジでね、後ろのベッド最高だよ。家よく寝れるもん。いやでもさ、キャンカー乗りの人で話してると割といるよ、家から、ね、家より寝れる人。ああ、いるね。一定率いるよ。パパ意外と車で寝る方が好きだもん。私どこでも寝れるから。ベッドを作ろう。上に詰め込むだけ詰め込み。何でもかんでも。いいよママ。え？いいよ。手伝え。それ。もうあれで何でもできる。そうそうなの。そうするとまあ今ね。オッケー。はい、ということでね、ベッドオッケー。よし、ちゃうちゃんおやすみ。おやすみ。電気消してあげて。もうママの顔が今こんな感じだ。そんなに可愛くない。はい、おはようだよ。おはようございます。声しか聞こえない。おはようございます。顔が見えません。おはようございます。おはよう。すごいね、今外気温マイナス1度らしい。寒っ。じゃあさっさと準備してご飯も食べなきゃだし。ういちゃん今日雪があるところっぽいよ。早くういちゃんも怪我しないと。割とここ雪残ってるよね。うん、思ったよね。はい、ご飯作りましょう。パン焼くだけですけど、これ二通りはさすがにきついかな。何とケトルと。さすがにブルブルも悲鳴を上げる。もういいんだ。いや、ギリいけそうじゃない？はい、うん、ギリいけちゃう。いきます。静かだね。じゃあ結構足りないかな。そうでもないか。これ面白い。あ、ぴったり。でもカリカリで美味しい。フランスパン。どうでもいいよ。じゃあクロワッサン。もう飲んでみ。ピザトースト？あ、それちぎれるんじゃない？だって熱いし、やけどしたら大変だ。熱くない。あ、お皿持っていけない。熱くないでしょ。うん。どう？グー。でもパン焼いたやつが欲しい。今日はご飯食べて。雪のとこ行って、昔うーちゃん行ったことあるところかもしれない。もう一個の方、もう一個行こうと思ってるところはあれだよ。うーちゃんがカービィの時に初めてか2回目ぐらいの旅で行ったところだよ。写真が。あ、そう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 、写真とか動画でちょっとあるけど。ママと二人でメリーゴーランド乗ったとこ。そう、あれはちょっとあるかわかんないけど。雪をみたいな。そうだね。いい天気だ。うん。山が綺麗よ、山が。でもこっちあれでしょ、長野に近い方なんでしょ。まあこのままずっと登っていけば。で今日はこれから清泉寮かに行って、うん、多分昔一回行ってんだよね。多分ね、夏そんなような名前のとこ行ったような気がする。なんかね、なんか萌木っていうね、ところも行った気がする。あれだけ今日行けないんだよね、白州蒸留所。ああ、あれだけね予約制だったんだよ。が入れないとそこで買えないんだよ、白州。白州買えるところがその中にあるらしいんだけど、それに入るのにもそれが必要らしい。そんな人気なの？人気でしょ、そうそうないでしょ、ウイスキーのそれって。ああ。まあでも山綺麗だよね。うん、綺麗。まあでもこっちの山梨から本当に久々だな。ねえ、まだ全然ちゃうね。夏しか来たことないもんね、山梨って。ない。カービィの時はさ、エアコンついてないからさ、避暑地巡りみたいなさ、ね、涼しいところ。そう、標高高いとこ、涼しいとこ目指してたからね。そう思ったらめちゃくちゃ久々なのでは。上登ってきたけど、下すごい白かったよ。ああ、ほらほら。
見えてんのかな。見える。ここらのアングルだとちょっと微妙か。もうここようこそ八ヶ岳って書いてあったけど。え。すごいすごい、一面雪。めっちゃ雪雪してる。サングラス持ってくればよかった。でもね、やっぱ雪は眩しいわ。反射して。すごい、ここの横の斜面で子供たちが滑ってったよ。ガチ装備。ガチ装備なんですか。スキーウェアだった。靴なんて、ママコンバースやぞ。平べったい。こんなやつだと思わなかったよ。すごい。思ったより雪あって今びっくりしてるよ、ママ。だから止めれるとこはないんだよ。この辺りなんじゃないでも。よいしょ。目的地付近で音声案内を終了します。お疲れ。あれじゃないの？奥に何かあるよ。ちょうどここだったんじゃない？どうかな。いいじゃん。やりあそこっぽい。行ってみる。下降りれない。あそこから降りれる。お父さん。今ちょうど空いてるのですぐご案内できます。すぐご案内できるって。雪バナナ、ちょっと片腕だけ見て。いいじゃん、ういちゃん、これ雪バナナ絶対楽しい。うん、バナナだよこれ。ジェットコースターか遅いから平気で乗ってごらん。お馬さんに乗るみたいに。あ、平気だね。あと足に体重かけてね、はい、お尻じゃないよ。そう、はい、こっち向いて。これくらいずこのシーズン限定でやってるんですか。そうです、冬だけ、はい、なかなか広大ですね。そうですね、はい夏に来たことあるんですけど、ね、あ、そうですか。ちょっとイメージが違ったん で、あ、そうですね、雪が降った時だけはこれやるようにするんですけど。どうだった？楽しかった？はい、こっち向いて。行くよ。はい、ゆーちゃんも行くよ。はい、チーズ。どうだった？意外と楽しかった。これつけなくてもよかったかも。慣れたら楽しいっす。あ、本当ですか。はい、あ、よかったです。ありがとうございます。どうだった？すごい、今でも 目が回るんだけど。こんなに世界って明るかったか。思ったより平気だね。でもちょっと怖い、真ん中行きたいっつって。大丈夫、ちゃんと握って足踏ん張ってっつって。でも500円は安くない？安い、1人500円安い、ね、なんか意外とこういうさ、破格だった。アイス買おう、アイス。とりあえずアイス。おー、すげえ。どちらもいいよ。うん、ベンチ、うん、両方。はい、ズミも座って待ってる。あれだね、練乳のような。あれ、目の前にいるの富士山だった。あ、本当だ。うっすらね。気づかなくて。だからあの辺になりそうじゃない。うん。でも埋もるかもしれないけど。大丈夫。どう？大丈夫ないかな。埋もりそう。大丈夫でしょって。おお。足が。深い。これも深い。これも深い。自分が深くなってるだけじゃん。こっちは行ける。うん。せやろ。ちょこちょここっちに出てきてさ。
近い冷たい。うーちゃん歩いてる時思ったもんね。それうわ2回飛んできた。氷だって。氷のリングらしい。屋外で少しずつ水をこなしながら作りました。カメラはある。ふーちゃん上手。あ、こういうところもさ。雪落ちびっくりした。ベーコンと違うよ、ウィンナー、パセリのウィンナー、はブラックペッパーのベーコン、うん、冷蔵庫に溶かないんだ。そうだよ、まあ、今寒いから確かに気をつけて。いい、結構残ってんだね、この辺。残ってる、まあ、寒いもんな。寒いよ、うん、現時点で。意外と雪積もってる。積もってる。なんかこんな感じじゃないと思って、そういう服っていうか靴とかさ、で来なかったからさ、ちょっと、まあ、そもそも木には装備ないけど。ないんだけどね。あー、すごいね。おー、ふーちゃんめっちゃ嬉しそうだったもん、雪。片側通行って言うと。これでもバス来たらえぐくない？次どこ行くの？こいつ萌木の村。ああ、言ってたとこか。いや、意外とすぐ近かった。2キロくらいだった。すぐじゃん。右方向です。清里の森。これはでも一つですね、怖いわ。およそ500m で直進。そうかもしれないね。閑散としつつも。あ、そうだ、これこんなあったの、ミルクポット。ファミリーマートだって。牛。うん、この辺かも。そうだね。この辺は駅ってことよね。およそ 500m 先。踏切があったね。直進です。ちょ、上が駅だったのかな。あんまお店はやってないね。そう。あー、こんなやったね。そう、こんな。降水確率 20% です。こんなでしたわ。ここって泊まれるんだね。ね。なんか昔この辺に鉛筆があってね。あったね。なんかあって。上と下で違う店なのかな。下は下でオープンで書いてある。猫ぐって雪になってちょっとよく分かってない、うん、道がね。あ、でもこの辺じゃないか、ウイちゃん動画撮ったの。ウイちゃんがさ、靴さ、歩くとピッコピッコなるやつ入ってさ、そう、うん、それが多分この辺で、ね、あ、アメリゴランドある。ウイちゃんここピコピコ歩いてたんやね。どうか、まあ入ったかもしれないね。入ったような気がするね。うん、もしかしたら。あ、なんかあったな、この物理館とか、ここも通った気がする。
自動演奏楽器というものをご紹介しています。今から100年ぐらい前にヨーロッパやアメリカでそんなものを作って音楽を楽しんでいた時代がありました。音の出るやつだし、これ変えると音楽変わるんだね。うん、こんなところにトライアングル、ゆうちゃんママ見てる、ゆうちゃんママ見てやってるでしょ。あ、急に人が近い。やってない、入ってるよ。どっちでもいいです。あ、そっちだと、ほら、うん、たまらんね。思ったよりボリューミー。ビン発ボロネーゼ。ホグちゃんすごいじゃん、ホグちゃん教えた、うん、美味しいんじゃない。でかいよ。じゃこっち写真撮るよ。こっちの方でなんか奥の方すごいモクモクしてそうだね。もう寒いんだよ多分。気温が結構ぐっと冷えたじゃん、なんか日がなくなっちゃって。寒いな。ご飯がなかなかのボリューミーだった。今日あれ男の人でもお腹結構パンパンになる量じゃない？多い。でもママのやつはあれで今 20% 引き。寒さ割りだから、ね、気温が決まってるらしい。あれ1000円もしなかったよ。安い。960円とかなんか70円ぐらいだったよ。この小作昔来たんじゃない？ここの小作か、来たの、うん、そう、昔だから。それこそカービィとか。綺麗。重いね。あれはすげえよ。すごい綺麗に薄明光線が見えるらしい。すんごいな。見えてるかなこれちゃんと。めちゃくちゃ綺麗。すごいね、光が差し込んでる。うん、写真撮る。あれはでも山があるからだね。うん、山と雲の間から日差しが出ていい感じにちょっとガスってるから、そうそうそう、綺麗に見えるんだな。もうちょっとね。なんか日が暮れてきたんだいぶ。なんかあのモクモクしてるのはみんな雪なのかな。どうなんだろうね。霧？山んとこね。一回行って道の駅で揃いそうだった道の駅で揃えて。うん。まあなんか揃わなそうだったらスーパーに行って。うん。ねどっか温泉とかになると。ね。拍手が売ってない。ミスキー。本当だ。白州まで来て白州が売ってなかったっていう。多分この辺はない。道の駅白州の横にあるスーパーでさえなんか稀に入ってくるっす。稀に入ってきてそれで整理券みたいなのがあって、それを持ってないと買えないみたいな。そ
その数分しかないでしょ。需要と供給が合ってないって。まあそんな感じで拍手があるんじゃないかと勝手に思ったんだけど。なんもなかった。せっかく拍手まで来たから拍手買いたい。贅沢なお酒。雪がすごい。ありませんでした拍手。マジでない、ね。荻野に行っても ないんだよ今。あれなんでしょ、ジャパニーズウイスキーがみんなないみたいな。まあしょうがないよね。今ちょっと時間使っちゃったから急ぎ目で温泉温泉に向かうから高速で。ピュピュン。まちょっと距離あるから走りましょう。気づいたら到着です。の混んでる。あとあそこは入らないからな、うち。ちょっとライヤーよいしょ。めっちゃ混んでたね、うん、すんげー混んでた。男の方もすんごい混んでた。あ、そう、うん、なんかお風呂自体がまず入った瞬間に洗えるスペースなくて足がすごいことになったよ。で、やっと見つけたと思ったらどうしたの？足だよね、足車でドライヤーできるってパン。その間、今日泊まるとこ探そう。いやー、風呂混んでたな。安いか。安いね、1人500円、子供300円思ってくれすかった。うん、1300円だったね。一応露天風呂もあったし。まあ、それはそこでも。腸が。まあもう遅いから。そうですね、食べるぐらい。でも2つ、それ全部やったら全部やってさ、多分、うん、あとお肉があるからね。うん、これだけにする？なんかあれだね、割とポタデン大活躍中じゃない。なんでついていくの？ビビンバもできたの？ビビンバできた。ファミマビビンバ。でも焼肉やるとマックスファンだよ、ね。うん、なんでうちの方見てんの？これなんだっけ、富士山ビールか、うん、バイチェンって書いてある。そう、バイチェン、うん、なんかこれ柑橘っぽいフルーティーなって書いてあったから、このクラフトビールじゃない。あ、でも富士吉田だ。今日はこれです。今日はこのメニューです。ちょっとじゃん、うん、コンビニと、あとほら、あ、そうだ、牛タンね、焼かなきゃいけない。今日はこのスタッフで焼いてネギをマッキーマッキーして、これにつけてごまだれでお好きな量あれして食べてください。こぼさないね。ひたひただね、うん、一回飲んでいい。はい、乾杯。乾杯。さあかけて。あ、でも飲みやすいよ。富士山ビールいかがですか？ちょっと冷めにくい焼くよ。ほいほい。牛タン食べるのは久々な気がする。これ。これ？うん。ネギを。いや、今日拍手買えなかったのが残念だな。残念。何よりも残念。何よりも今日は拍手を最後に買おうと思った。なんかこのビビンバも焼いて焦げつけたら美味しそう。回転ちょっと。お肉ちょうだい。すごい。そしたら塩もかけてない。うん。ビビンバ。ビビンバ。泡だらけ。
パパのやつ入れてあげるよ。おこげになってんじゃん、ちゃんと。どう？うん。確かに、ちょっと味薄になっちゃう。あは。キムチがないのかも。電子レンジだと、ちょっとベタっと感が、うん。焼いた方が少し水分飛んで食べやすい、美味しいかも、うん。今日のコメントテーマです。今日はちょっとビールを買ってきましたが、ビールを飲まれる方はどのビールのメーカーが好きですか？我が家は札幌だね、今。圧倒的札幌。札幌クラシックか、札幌クラシックも飲むね。まあでもあれ北海道だね。そう。で、ビールが嫌いな方はじゃあ主に何が好きなのか。うん。何？まあウイスキーが好きだったらウイスキーの何とか、缶チューハイだったら缶チューハイの何みたいな。それ以外だったら何？逆にあれだね、クラフトビールとか飲む人は。ね、IPA が好きとか、うん、逆に教えてほしいよね、そっちは、うん、我が家もね、割とビールを飲む方ではあるけど、うん、最近ダイエットで飲んでなかったけど。じゃあ今回のテーマよろしくお願いします。コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ふーちゃんは去っていった。ふーちゃんとママのデザートはイチゴ、パパのデザートはピスタチオ。ここから入れ、いいね、カップホルダーの新しい使い方で。タッチをこっちに、はい、袋ここね、腹、うん、サンキュー。あー、おいしい。今日はよく寝れそうな気がする。うん、うーちゃんもよく寝れそう。ちょっとパパ食べに行く。ウイちゃん何気に食べるじゃん、ピスタチオね。ウイちゃん、イチゴとピスタチオどっちが良かった？どっちも。うん、まあ、ピスタチオは美味しい。ご飯も食べて、頭ゴロゴロするだけ。超絶眠いもん。もう寝る？もう、まあ、だからもうすぐ寝れるように急ピッチに洗い物を見た。ちなみにウイちゃんは後ろでゲーム。ウイちゃんはね、いっぱい寝てたからいいけど。うん、移動中にね。私はゴロゴロタイム。ママたいこれだけスペースありゃいいね。それぞれのキャンピングカー時間。よし、じゃあ寝よっか。じゃあ歯磨きもあったし、ママも歯磨き中。ママはもう半分寝てる。よし、じゃあ寝るよ。バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。